いやもう、最高でしょう,うん、グリーンステージ、まあ、初めてね出させてもらったんですけど、うん、こうお客さんで来て、こうグリーンステージを見るっていうのはね、今までもありましたけど、やっぱステージから見ると、うん、本当にね、後ろの山がね、うん、すごいんだよね、そうねもう本当になんかもそこにあるぐらいあの、競ってるっていうか、木々たちのもう、ね、自然のパワーがすごくて、ね。えー め<迷>良くなりそうです。め良くなりそうです。すげえ晴れてたしね。そうなんかそれも含めてやっぱ他にないフェスだなあっていうのをう叫んでいましたね。不調。つわ<悪> <laughs> <laughs> こんな滑舌悪いのにフジロックって言ったっていうね。<laughs> うん、もうビンビンでした。<laughs> あのステージにね立てて最高っすね。やっぱ人生なんかこう楽しんでれば夢は叶う。うんうん なんかグリーンのやっぱあの環境とまあ今回のセットあのフィドルとあのトランペットとピアノとでバンドサウンドっていうのはすごく僕はイメージしてたしまあそこに慎太郎がいてほしかったですけどなんかあのバニラズとしてもまた新たにその自分たちの音楽の表現の仕方たとまあ喜びとか楽しみみたいなものを今日の3人 そのゲストの3人だったからこそねなんか体験できたっていうか普通にサポートミュージシャンで後ろでこう黙々とやってもらううちは多分セールスしなくて本当になんかみんなが平等で思い思い楽しんでる瞬間がちゃんとあるっていうことを意識してみんなにもこう本番前にもう声かけてもう思いっきりもう好きにやってくれよってでました、うん、そうなんですよ体調不良で本当昨日そういうふうに。 言われて、まあ、急遽ね、まあ、まさか僕らもそう思ってなくてあのー、もう僕、もう家を出てうん、うん、もうそのかみんな集合する場所に行く前にちょっとこうあの準備をしようと思って出てたタイミングだったんでちょっとこういうふうに慎太郎が出れないかもしれないってなったんでもうそこから急いで、はい、みんなそのサポートのアーティストたちも呼んで6人でもうセットリストも変えて。そうね 今日アクロス・ユニバーシーィい曲をやったんですけどあそこのセクションでバンドだけでやるっていうセクション設けてたんですよね。うん、でもそれがやっぱりちょっとでき,できないなっていうのがあって、はい、じゃあ、まあ、ア,クロアクロスもやる予定じゃなかったんでもともと、うん、なんでそういうのとかも含めてあと、ね、その後やった曲とかも割とこう、うん、チェンジして、ねね、いや、本当にあの3人いや、そうですね。 うん、もう心でもう魂で弾いてるなっていうのがすげえ伝わってきて, <laughs> てやっぱこうファンファンさんも手嶋さんももうすごいいい顔してて次はもうまた慎太郎とも一緒に立つっていうのが新しい夢ができたなって思ってもう初めてのライブだったんですよみんなで今日あの6人でっていうかゲストアーティストも入れてやるのが初めてなんでなんかほんとバンドを組んだ バッカーの時の時気持ちみたいな、うん、よっしゃ初ライブやるぞみたいな、うん、感覚がすげえ楽しくてでそれがグリーンステージっていうのもまたね、うん、ものすごくこう夢があるというか、うん、みんなやっぱいい顔してましたし、えーうん、とてもいいライブでした、あのー、今でも覚えてますけどあの期末試験が終わって夏休みの大学のでそのままあのお茶の水の,あの駅から乗って友した人 まあ、アホなんでその格好とかも、まあ、山だし <laughs> 夏でまあ涼しいぐらいだろうみたいな感じでなんかあのドン・キホーデで買った捨ててこパンツの虎柄のやつみたいなの入っちゃって <laughs> 俺に ACDC の T シャツみたいな感じで行ったんですよそしたらその会場着いたら結構多分よく着てるフジロッカーな外国の方がいてでも日本語喋れる方がいた時にクレイジー,ズィー クスーンってめちゃくちゃ言われて <laughs> 何が何なのか分かったんだけ ACDC のことかなと思ってたんですよ、俺結構これ好きなんですよみたいな感じで言ったら格好がお前やばすぎるっつってこれ、で明日多分結構雨降るし、あのー、本当、避難場所ないからあのちゃんとなんか服とか買えるとかあったら一回買ったほうがいいかもって、まあ、ガチであのアドバイスされて <laughs> 次の日、半端なかったもんね、確かにな、ねはい、めてたんでそうっていう洗礼を受けながら。ででもその環境で 見たそのミューズとねまあその時アトモソーピースとかうーんまあベルセバスチャンとかも僕の好きなアーティストもいっぱい出てたんですよいいねで、まあ、MGMT とか見たお<ー>お<ー>もうすごかったんですねもうなんか本当にだからフジロックってなんだろう僕海外とかそんな行ったことないんですけどでも洋楽が好きじゃないですかでなんか唯一生でこう自体感できるっていう日本の本当にすごい唯一無理な場所だと思うんで そこで僕らの音楽が鳴ったことがねもう本当に嬉しいですあれはあの僕らが前回2018年にフジロックに初めて出させてもらった時ホワイトステージでライブしたんですよその時にその同じステージの後に出るアーティストであのアルバート・ハモンドジュニアっていうザ・ストロークスの、ま、ギタリストがソロでやってきてて、うんま、僕らもう本当に大好きなギターヒーローだ、うん、ったん、ね、でこれはもうぜひということで、ま、ちょっとその。 対談みたたたいいいなことをさせていただいたんですよねんフェンダーの,あの企画で,でその時にそのア,ルアルバートと一緒に話して機材の話とかこの時何使ってたんですかとかいろいろこうもう彼の,の iPhone を普通にもうフォルダ見ましたから、ね、<laughs> 見るとか言ってってうわーみたいな感じで,でその流れでちょっと僕ストラトがあるんですっつってで、まあ、あのアルバート・ハモンド・ジュニアもストラトがすごくメイン。 機材なので渡したらこの,このストラップめちゃくちゃ引きやすいねとか言って引いてもらいながら最後にこうサインを引っかいてもらったんでまあ思いとしてはその前回の富士でねそういう僕の夢を1つ叶えたんでグリーンステージに持ってきたいなっていうのもあって、うんね、いや、ねはい、最高っすね。 出会いがあるんで憧れのアーティストとかとも会えるし、そこがねまた本当にドリーム詰まってますよね。東京ドームです。ええ、五万五千人なんで五五で。あ五五だからね。でツーデイズしないとダメなんで東京ドームは。十一万人？十一万人。みんなマジで二千二十五年にやろうと思ってるんで。頑張ろう。頑張ろう。もうこれ見てる人たち全員来ないと思う。実現しないと思うんで。そうそ 来てほしいです、はい、お願いしますいやフジロックマジで最高ですはい,い<や>もう見てるみんなもわかると思いますけれども、えー、配信でね、えー、ぜひこの後も思い切りフジロックを堪能してくださいせーのフジロックフェスティバル2022